ビヨンドリンクドリスの最初あのリフトに乗って移動するじゃないですか。なんで待つのかっていうね。入れてください。プロレスラーみたいなモブは倒さなくていいみたい。痛いな、これ首が痛いんだな。ね、カンドラさんだけを最短でいじめるためにやってるらしいですね。これですね。で、これ終わった後、1、2秒ぐらい？神様のご加護。で、ちょうどカンドラさんが右か左かどっちかに行くときに、着地しない好き勝手に暴れたんだ。まあ大体でいいんじゃないですか、そんな。逃げられると思うな。まあね、楽しむのが一番なんで。でも私の完璧な計画を邪魔して食い込まれてもいいじゃないですか。覚悟しろ。はい、もうす抹茶でーす。ということでですね、今回は多分短い動画になるとは思うんですけれども、相変わらずメイドさん喋りますね。ビヨンド、その前に髪を直さなきゃ。喋らせて。ビヨンドリンクドリスの最初あのリフトに乗って移動するじゃないですか。なんで待つのかっていうね、私全然知らなくて、またお友達に教えていただいたんですけれども、まあ、そこもなんか周知ということで広めていけたらなということで、なんで待つのかというのを含めたカンドラさん退治になります。ということで、とりあえず行ってみましょう。レッツラー、希望を捨てないでください。はい、ってことでやっていきましょう。あと3回残ってるんですけど、今日はその間に成功するかなっていうね。ここに神様の祝福を。で、最初ね、左右にあのモブが湧いてないんですよね。あ、で、そうそう、奥にね、ちょっと落ちるとモブが湧くんですよ。で、それからしばらくしてカンドラさんが髪をかき上げる、かき上げた、頭抱えたからの2秒後ぐらいにレバーを移動か作動させると、ちょうどカンドラさんが右か左かどっちかに移動したときに、うちらも到着できる。で、ここのダンジョンね、あのなんか湧いたプロレスラーみたいなモブは倒さなくていいみたい。痛いな、これ首が痛いんだな。なのでカンドラさんさえ狙えばいいので、まああの時間効率なのかな、多分暗黙の了解でやってるみたいなんですけど、私野良とかね全然潜らないので知らなかったんですけど、ね、カンドラさんだけを最短でいじめるためにやってるらしいですね。あとなんかここもカンドラさんが喋ってる間になんかフライングして登れるらしいんですけど、そこはわかんないっす。なんか速度が速い乗り物とかで乗ってんのかな。ここはまた教えて、偉い人。あとはじゃあ普通にやっちゃいましょう。神様のご加護。私に真の姿を出させた。しかしね、今もう全員ギルドメンバーでやってますけど、昔はね、こんなことできなかったので、やっぱ少しずつ少しずつ、SP が足りません。あ、SP が。私はね、あんま火力には貢献してないんですけども、ね、本当に強いセンバーさんが火力にも貢献できるというお話ですが、他のメンバーがね、火力に強いので、そっちに甘えてる感じではありますけれども。消えてください。洗
殲滅の光。なんかね、光がちょうどアップデートで、あなたと共にあらんこと、レジェンダリーの陶器の武器も実装されましたし、なんかどんどん火力がお化けになってるみたいですね。殲滅の光、もっと集まれ。よし、まだプラス12とか、エクセレントゾーンね。なので、まあね、ビシャス行くのはいつになるか分かりませんけど、こういうところをね、積み重ねていきたいですね。っていうか、昔はここすら満足に来れなかったし。神様のご加護、EP は光で、ね、そんなことを言ってたなーなんて言いながら、ビシャスに行く未来が来るといいですよね。喋りながらやってると、あの SP が必要です。誰かがうっかり回復しそこ、しそこねる可能性があるかもしれない。EP が必要です。なんかここのはしごもうなんかみんな野良パーティーだと待つんですか？全員ソロの。お前らごときが。神様の祝福を。もうあの光の大きな剣を持っている人が防御力があるから消えてください。かわすのも億劫殲滅の光やってますけど、神様のご加護。いや、殲滅の光、殲滅の光。かわすれにも行きましたけど、神様のご加護。行ける日が神と共にあらんこと、さんさんでしたけど、殲滅の光。まさかの吸い込まれるパティ、まさかの逃げて危ねえ。いつもこれが発動する前にね、いい感じに神様のご加護倒せるんですけどね。神様の祝福。あ、誰も吸い込まれなかった、残念。神様のご加護。吸い込まれると突然ね、吸い込まれた人がダークサイドに落ちるというね。ってことで、あっさり終わりましたね。じゃんけんぽん。お前らごときに。本当それ今8回目にして初めて吸い込まれた。はい、ってことでこんな感じですかね。まああと2回行くんですけれども、そこは収録するか分かりませんけれども、もうみんな行っちゃったということで、そんな感じになります。で、一旦ここでさよなら。さあさあ、もう一回行きましょうか。このね、マッチングボタン、この行きたい場所だけチェック入れて、4人パーティー組んでる状態でこれを押せば、もう初期化とかする必要なく入れて、で周りのパーティーメンバーにもウィンドウがすぐ出るということを、これも最近知りましたね。ただね、うっかり誰かパーティー抜けちゃってる時におっしゃったら、なんか他の人とマッチングしちゃうんでしょうけど、あなたと共にあらんこと。ねえ、あれ誰も落下しない、私が落下するパーティーン。いったった。で、ちょっと奥に行くとね、プロレスラーが湧いて、光が、あなたと共にあらんこと。で、カンドラさんがなんか頭を抱えるのかな、しばらくすると。これですね。で、これ終わったあと1、2秒ぐらい。神様のご加護。で、ちょうど神田さんが右か左かどっちかに行くときに着地しない。私と戦い。しないんかい。さあ、ご加護。もうちょっと余裕を持つべきでしたね。あなたと共にあらんこと。よくも私の完璧な計画を邪魔してくれた。撮影中の時で数え方が多分違うんでしょうね。ここに早すぎてね。神様の祝福を。EP が必要です。ここもね、誰か早い人が奥まで行くと、それだけカンドラさんがこっちに来るのが早くなるっていう。よくぞここまで。聖なる存在よ、殲滅の光。
殲滅の光。 SP が足りません。消えてください。殲滅の光、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 殲滅の光。 SP が必要です。こんな展開は予想もできなかっただろう。はあ、いや、神と共にあらんことを。神様のご加護、光があなたと共にあらんことを。消えてください。 EP が頼まれは、殲滅の光。ここまで追い込むとは。いや、早いですね。ハードダンジョンは制限時間がないからいいですね。 EP が必要です。いや、つか早いって、雲の乗り物も早いですね。負けちゃう。はあ、光があなたと共にあらんこと。殲滅の光、神様のご加護。殲滅の光、殲滅の光。神の力で殲滅の光、殲滅の光、殲滅の光。今回は数回さらなくなりますよ。 DP が足りない。光が あなたと共にあらんこと。このエモーションがまたね、横から見るとね、こっちになって感じで面白いですね。はい、じゃあサクサクっとラストいっちゃいましょう。はい、ってことでラストですね。誰も落ちなかったな、多分気を使って落ちないでいてくれたんだろうね。ここにね、でっかいキノコのエモーションで乗ってね、見えにくくするっていうね、あれもなかなか面白いですけど。ってことで今度こそ成功させましょう。のんびりでいいのかな。このモーションが終わって、1、2、3ぐらい？天井の守護者よ、こちらへ。マジだ。ね。ここまで好き勝手に暴れたんだ。はあ、まあ、大体でいいんじゃないですか、そんな。逃げられると思うな。殲滅の光、神様のご加護。殲滅の光。なんかね、やっぱね、効率とかを求めてくるとね、だんだんこうシビアな世界になってきますけど、ね、まあね、楽しむのが一番なんで、完璧な計画を邪魔してくれ、食い込まれてもいいじゃないですか。覚悟しろ。足が遅くなっちゃった。すごい、みんな仲良し。 EP が必要です。俺だけ置いてかれた。動画撮ってるとね、いいシーンをスクリーンショットできるからいいですね。神様のご加護。私に信じて。殲滅の光、殲滅の光、殲滅の光。あれ、今メールシンボル出してるの。殲滅の光。魔法陣が出てないし。消えてください。さあ、神と共にあらんことを。殲滅の光、神様のご加護。光があなたと共にあらんこと。神様のご加護。殲滅の光、ああ、消えてください。ああ、しかしね、こうやって殲滅の光、協力してくれる神様のご加護、神様には感謝ですね。さあ、ミキーが足りない。消えてください。はあ、ここに神様の祝福を。殲滅の光、早い早い。EP が必要です。もっとね、火力お化けの人もそれはもちろんいるんでしょうけど、まあまあのんびりやっていきましょう。
る。神様のご加護。私をここまで追い込んだ。殲滅の光、消えてください。ああ、ラストですね。神様のご加護。殲滅の光。いや。消えてください。神様のご加護。神の力で殲滅の光。削る速度が速いと吸い込まれて奥に行くみたいですね。ああ、光が食らっちゃった。あなたと共にあらんこと、世界神様の御加護誰かを殺めなければならないなんて。お疲れ様でした。やるべきことが残っているのに。いいですね。じゃんけんぽん、じゃんけんぽん。はい、ってことで結局3回分多分使うかな。ってことでお疲れ様でした。抹茶とギルドお茶っ葉の愉快な仲間たちでございました。見かけた時は仲良くしていただけると嬉しいです。ではさよなら。